大竹紳士講演録。火曜日の担当は関西大学特任教授の深澤真牧さんですえ。今回はリモートでご出演です。こんにちは。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、えー。今日はですね、ジャニーズ性加害問題とグルーミングについてですね。はいあ。まあこの問題はもう本当にいろいろな問題があって、もちろんジャニーズ事務所の問題が一番大きいんですけど。うん まあ、多くの問題が黙殺してきたこともとても大きい問題ですし、うん、本来であればすべてのメディアとか広告代理店が第三者委員会を作って目せ、黙殺してきた経緯も検証して、今後の再発防止を考えなきゃいけないとか、うん、いろいろ問題はあると思うんですけれども、はい、あの今日のテーマは、ですね権力者から未成年者への性加害ということで、これをグルーミングという言い方をしています。はいで このテーマを取り上げるのはどうしてかというと今回、被害者の中で性加害は悪いけれどもジャニーさんには感謝しているという人も少なくないんですね。でそれについて驚いている人が多かったり、はい、これは芸能界だからなのかとか、うん、男同士だからなのかという,ふうな反応もあるんですけどそうではなくてですね、うんはい、これって実は性加害者があのグルーミングによって でえー、性被害者をこのような状態に陥らせるんですけれどもじゃあグルーミングって何かっていうともともとは動物の毛づくろいですよね、はい、あの猫が自分の毛をなめたり、うん、有名なのは猿同士がよく毛づくろいをね温泉の中でしたりしてますよねあれをグルーミングって言うんですけれども、はい、これは大人それを人間にで大人が子供を手なずけて、うん、コントロールして 性加害するっていうことを80年代ぐらいからアメリカでこれは性的グルーミングなんだっていうことを言われてきた、はい、日本に関係ないかっていうと私たちも子どもの頃からよく言われましたね知らない人に物をもらってはいけません、はい、これ要するに物をあげることで手なずけて誘拐しようとか性加害をしようということをしてるわけで今東西この性的なグルーミングで子供を思い通りにしようとしている大人というのはいた わけです、はい、でこのグルーミングはですねリアルで行われているものだけではなくて、うん、ネットで行われているものもあります。うん、でリアルで行われているものはもうそもそも知らない人からそのさっきのものをあげたりとかね、うんうん、うちに猫がいるよとか、うん、そういうのもありますし、うん、今回のようにあの保護者とか教師とかコーチとか知っている人が、うんうん え、行っているっていうこともあります。うん、まあ、ネットの場合は、例えば SN、SNS で相談に乗ってから裸の写真を送らせたりするということもあったりするわけですね。うん、まあと、とても子供の性被害の,、うん、あの背景にグルーミングがあることがとても多いわけですね。あまりそれが日本では知られていないわけです。うん、で、このグルーミングによる性加害というのが非常に問題があるのは、どうしてかというと、 例えば今回のケースのように、尊敬される立場だったわけですね、ジャニー氏というのは。はい、で、えーと、家族の信頼も例えば得ている。うん、そうすると、あの子供はですは、ね、性被害にあっても、少年は性被害にあっても、うん、まさかそんなこと言えないわけですね、お父さん、はい、お母さん、ね、ジャニーさんに性被害に遭いましたということは、うん、知らないおじさんではない、尊敬されるべき人にされている。うん、で、話せなくなっちゃう。うん でさらにこれあの、性的グルーミングの大きな問題なんですけど、うん、加害者自身もですね、自身をグルーミングで自分を手なずけてしまって、どういうことかっていうと、これは暴力ではなくて愛情なんだ。うん、愛するからこそこういうことを自分はするんだ。うん、あるいは、向こうもこれを求めているんだとかですね。うん あるいはよくあの、このグルーミングをする人が言うのは、うん、どうせいつか性的な体験はするのだ。子供であってもね。そうであれば、自分は信頼関係にある大人だから、うん、自分が最初にそれをしてあげれば、結果的には彼、彼女のためになる。というふうに、自分で自分を騙してしまうという。うんうん すごく複雑な、あの、ねうん、そうなんです、そうなんです。うん、なので、うん、あの、被害者も加害者も、そこに問題はなかったというふうに、お互いがお互いを騙してしまうということが、とても多い。うんうん、ですから、このジャニーズ性加害問題が長いことを語られなかったことは、もちろんメディアの問題も大きいんですけれども、うんえー、加害者側も被害者側も、まあ、そこには信頼関係や愛情があったというふうに、誤解していたということも、 とても多でとにかくですね、うん、あのこの信頼関係を使って性加害をするというのは本当に許されない行為で,、うん、でしかもですね要するに科学者と被害者の間に共犯関係のような特別な絆が生まれてしまうんですね。うん これ、うん、あの誘拐犯と誘拐された子どもがあの特別な絆が生まれてしまったりとか、うんはい、結構、ですね被害者と加害者というのは、うん、ある種のこう一体感を持ってしまうことがあって、うん、特にその性的な関係を持ったというふうに誤解してしまうので、これ性、うん、被害なんだけど、性的な関係で親密な関係を持ってしまったんだというふうに思ってしまうことがあるので、うんうん、そうすると、ですね被害者のトラウマがものすごく複雑になるわけです。自分が被害に遭った と思っていやでも彼は自分に愛情があったはずだとか、うん、尊敬するべき人間であるというようなことになってしまうので、うん、ものすごく複雑な感情が被害者の中に生まれて、うん、だから本当にですね、うん、被害に遭ったって認めること自体が、うん、この性的グルーミングを受けた男の子であれ女の子であれ、うん、加害者が男性であれ女性であれ、うん、そこがそもそも始まらないっていう。うん なので、まずこの性的なグルーミングという加害行為があるということを、私たち大人は気をつけて、で、私たち自身も、ある種のグルーミングはしちゃうわけですよ。後輩にご飯をおごったり、後輩は可愛がっていく中で、信頼関係ができた時に、ちょっと踏み出したくなっちゃうことあるじゃないですか。こんなに信頼関係あるから、これぐらいいってもいいだろうとか、これぐらいやってもいいだろうみたいな。だから、グルーミングって、する側も受ける側も全然特殊ではないということをですね、はい あの、ぜひ皆さんに知っていただきたいですね。うんでまあ、今回 BBC の番組が問題になった、あの、この問題を取り上げたわけですけど、うん、じゃどうして BBC はジャニーズの性加害問題を取り上げたかというと、うん、これはね、グルーミングを取り上げたかったからなんですね、BBC は。うん、なんでかっていうと、これイギリス人はみんな知ってる事件なんですけど、うん、BBC の 国民誰もが知る人気番組の司会者がいて、この人はジミー・サビルっていう人、はい、本当に誰でも知ってる人、うん、この人が2011年に亡くなったんですけど、うん、亡くなった後に自分の子供番組に出演した少年少女に性的虐待をしているということが、うん、その子供たちからあの人は、うん こういうことをしたんだということな亡くなってやっと言った、うん、まさに今回の件に非常に近いんですけど、うんはい、でジミー・サビルはとにかくですね、うん、大変な大物で、慈善、うん、活動でもとても有名な人だったんですね、これ、ジャニー氏もそうでしたけれども、とにかく当時のチャールズ皇太子とか、うん、サッチャー首相ともとても深い交流があって、うん、なんとイギリスのナイトという爵位まで得ているわけです。うんはい で、生前、やはりもちろん BBC の中には、彼の性加害に気づいてる人もいたそうです。でもやっぱりそれは明らかにされなくて、逮捕もされなかった。うんうん、でも死後に被害者がやはり声を上げたこと、つまりあまりにもこの人は素晴らしい人だったという声が多かったことで、それで BBC も、あの、 調べましたし、独立の委員会もできて調べましたし、うん、そしたらまあその性的被害は200件以上あったんじゃないかということがまあ分かってきていて、うん、で、これネットフリックスでですね、自民サビル、人気司会者の別の顔というドキュメンタリーもあります。うん、で、これ加入していなくてもですね、うん、ネットでネットフリックス自民サビルって検索すると予告編だけでも1分か2分で、なんとなく概略わかりますので、うん あの見てほしいんですが、ま、とにかくです、ね、とてもです、ね、ジャニー今回のジャニーズ性加害問題にとても似ていて、うん、つまり BBC はあの日本でおか,しおかしなことが起こっているから来たわけではなくて、うん、そもそもイギリスで BBC 内部でこういうことが起こっていたという反省があるからこそ、うん、日本で同じようなことが起こっているということで、あの取材に来たという。 ことがあった自民、まあ、しゃべり、なかなか日本だとね、知ってる、この事件を知ってる人、とても少ないわけですけれどもね。この、まあ、性的グルーミング、特にそういう大人と子どもの間でっていう、あのー、場合だと、中には、でも子どもが嫌がってなかったならいいじゃないとか。 あるいはまあ性的な交渉が気持ちよかったんだったらいいじゃないとか、ですね、あの子供が嫌って言ってないのにそれはあなたが被害にあったんだっていうことこそ子供を傷つけるっていうあの意見を持ってる人もいますよね。これが誤解なんですよね。はい、間違っている考え方なんですよねそうそうです。で、あの性被害を受ける子供があの快楽を覚えてしまうこともともちろん当然あるんですね。で、うん、それ上にそうすると自分をごまかすためにあのお大人の側に愛情があったんだとか。 自分の側に愛情があったんだというふうに思うと大人の側もその子どもの気持ちに自分もまた騙されちゃうみたいなお当人がどう感じているか<私>あの感情的にも身体的にもどのように感じたかということとは別に、はい、もうそれとは関係なくそな大人がその親密な関係にある子どもに対して性的なそのまあ あの行為をしててはいいけなっそう、大原則なんですけれども、うん、本当にですね、グルーミングをした加害者の人たちの多くは、自分に問題があるということを思わないですね、うん、あの子どものためであるというふうになぜか思ってしまう、うん、なぜなら、子供にとって一見優しい人なんですよ、うん、そういう、で本当、さっき、自民サビルとかジャニー氏のように、慈善活動していたりとか、うん、そういう人が、えー、その権力を、 誤って使ってしまうのがグルーミングなんですね。うん、まあ本当にですから、まあ、今回立憲が超党派による議員立法で、児、ま、童、あ、虐待防止法を改正するっていう提案をしてます。で、これ、うん、あの実現する可能性があります。どういうことかというと、うんうんうん 児童虐待防止法って、今、虐待の加害者を保護者に限ってるんですね。うん、で、これ、もともと問題があるって言われていて、やはり地位に基づく影響力を児童に対して持っている者も、も虐待の加害者である、うん、この要するに教師とか、うん、コーチとか、うん、今回のようなケースも対象になるので、もともと改正が必要だということを言われていて、これはすごく重要で、あのうん、子どもというものをどうやって守るかっていうと、 もう今回,の、うん、今回のジャニーズ加害問題、うん、本当にいろんな問題あるんですけれども、うん、一番は子供を守るということと、その被害を受けた子供自身が大人になってもなおまだ苦しんでいて、うん、何人かのインタビュー、私も見ましたけれども、うん、多くの方がすごく苦しんでいて、ジャニー氏への尊敬の念が捨てきれなかったり、うん、自分に対する嫌悪の念が捨てきれなかったりということがあるのだけれども、100%あなたが悪くなくて、100% 加害者が悪いのであるとそれは愛情というものをごまかして使っている大人の卑怯さがあるんだよということをまずこの問題では皆が知ってお前も楽しんだんだろみたいなことって必ずあるんですけれども子どもの性被害に対してそういうことではないということを知っていただきたいなと思っていまえっとあれですねただ今回の場合はこれとこの業界がですね はい、密接にこう結びついてるわけですよね、はい、まあこれからこうどこまでかっていうのが僕は分かんないんですけど、はい、なんかこう発展の仕方がちょっとこう見えないというかこの先がいくらこのこう法律が変わってもね、はい、このじ問題自体がちょっと何、はい、て言ったらいいんですか こうやればやるほどこう、明らかになるのはもちろん当然なんだけど、それにも増して、やっぱりいろんな問題が派生する問題が大きくなってくることも確かですよね。そうですね、うん、あのとにかくあの被害者の方を傷つけない、うん、つまり被害者の方によ弁当を求めたり、うん、アウトイングをしてはいけない、うん、けれども、うん、それを理由にジャニーズ事務所が、うんうんうん あの第三者委員会を作らなくていいとかましてメディア側も本当に、うん、メディア側がどうしてこの件をねやらなくて済んできたのかっていうことを、うんねうん、あのそれはね少なくともジャニーズ事務所と関係なくもうすべてのメディアの人たちで知らない人はほとんどいなかったわけですからそこを変えることもとても重要だと思います。うんうん、そうですね ありがとうございました大竹紳士公有録、はい、今日の担当は深澤真希さんでした安田の担当は北郎さんです深澤さんありがとうございましたありがとうございます